いやー、また接続、こっちこそ接続が切れました。ここも電波、前も電波状況が良くなかったんだよね。雨大丈夫？今、ポッツポッツ降ってんな。どうしようかな。ちょっとここ。ここら辺、電波が、こっちの方がいいかな。ここでちょっとやってみようか。よいしょ。よいしょっと。まあ、こっちは渡り廊下ですね。そこそこ勉強もできて、誰とでもうまくやれて、芽生えた何かに気がつかなかった。それでも取り繕うには十分、成績も良かったし、こなしていけるんじゃないかと思った。だんだん何もわからなくなって、進路希望もわからなくて、気がつけば受験会場にみんなといた。希望の学校へ行くために必要な科目もわかってなくて、何も決めていない自分を隠した。最初から受験する気なんて本当はなかったんだ。誰にも言い出せない気持ちがあった。何もわからないままの真っ白な時間だった。嘘がバレる、焦る、崩れてく。したいことが何なのか、うまく誰にも言えなかった。違う、そうじゃない、またぼやけていく。原発が遠くに見えて、誰かの花火の音がして、教室の向こうには青空があって、夢を語り合うような友達が一人もいなかった。そもそも語れるような夢を持つ僕なんていなかった。それでも取り繕うには十分、成績も良かったし、こなしていけるんじゃないかと思った。誰からも話されたような気分だった。それなのにここから離れることができない。空っぽな僕にだけある空っぽな時を、慰めにすることがもうできない。最初から受験する気なんて本当はなかったんだ。誰にも言い出せない気持ちがあった。何もわからないままの真っ白な時を、もう二度と繰り返したくはない。誰にも言えない確かな気持ちがあった。芽生えた何かにすでに気づいていた。檻が外れ、敵が現れても命で踊るんだ。大丈夫、ここで
丈夫ここで待ってるよという曲でした。まあ小学校跡地なんでね、歌いたくなりました受験なんてする気なかったんだと思ってダサいね。こっちにしようか。こっちにしようかな。なんか山が綺麗だなと思って。ホーミー。ホーミーはね、僕はやらないです。やらないっていうか、なんかひっそりとやるけど、ホーミー推しでバトキン奏者がね。バンドにいるので、あ、そっか、今日の歌だね。そう、あ、もうそうなんだよね。今週末、週明けて週末、木金土日と4日間、風の音楽家っていう、ピアノとバトーキンのバンドで九州をツアーすることになっていて、いやー、ほんと僕この夏、7月8月ね、えみんな動くだろうっていう季節に全く地元を離れないで、こうしてライブ配信に精を出して暮らしていたのでね、なんか、あ、毎回そうなんですけどね、なんかあの お二人は本当もうね、すっげえ全国津々浦々あの演奏活動して生きていて、まあ、僕も目指してたんですけど、目指してるた、まあ、なんかそ、ちょっと形変えたいなって思って、あの今ね、こうしてね、ライブ配信で、これ結構僕のやりたかったことっちゃやりたかったことなんですよね。このなんかステージに上がってどうこうするっていうよりも、なんかエンターテインメント、の才能があると言われても、エンターテインメント、みんなに向けて歌うって、あんまみんなに向けてのなんか みんなの場所っていうよりも、なんかあの一人一人に届いてほしい、みんなに届いてほしいというよりも、一人一人のなんかあの一人一人の、心とかなんかいろんな暮らしとかそういうのに届いてくれたらいいなって思って。音楽やってるから、それまで今まで手段がそれはライブだったけど、なんかそれがね、こうやってライブ配信っていうのはね、こうして、あ、天神の路上でのホーミーは、あんま、あ、何やってたっけ、あんま考えてないですよねホーミーは、ホーミーやりますっていう感じで、なんか歌ってるうちに混じるみたいな、そういう感じなんですけど、そう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 、こういうツイキャスで、あのお互いのパーソナルなところで、こうしてね、ジョーさんも、電車で移動しているさなか、あの、ね、あのご自身の人生に溶け込ませてくれて、暮らしに溶け込ませて、溶け込んでくれているっていう、そういうのが嬉しいなって思って、そういう音楽やりたいなと思ったから、ちょっとライブで津々浦々っていうのでのが、まあ、まかり通るんだったら通らなかったんで、まあ、できることをやるみたいな感じなんですけど、ね、大事にしていた夢は
過ぎて、ずいぶん前から開いてないよ。生暖かい風がもう戻ろうかと、僕の肩を叩いているよ。夕日が沈んだ街はぐっと静まり返って、優しさ愛しさを包んで、旅人だった僕がさあまた出かけるよって僕の肩を叩いて、道を引き返して、背中の月を見つけたよ。過ぎていった時はもうだいぶ離れて、街灯の道が続いているよ。家の窓明かりが、おかえりなさいって迎えてくれたような気がしたよ。旅に憧れた時もあれば、落ち着いた生活に憧れた時もあった。どこかへ行く人がいれば、そこにはいる人がいる。幸せを見つけ、生活を身につけて、やっと自分を受け入れて、本当は一体どこに行きたかったんだろうって時々考えたりして、
あの坂を登れば海が見える。少年は朝から歩いていた。臭い霧がむっと立ち込める山道である。顔も背筋も汗にまみれ、休まず歩く息遣いが荒い。あの坂を登れば海が見える。それは幼い頃、添い寝の祖母からいつも子守歌のように聞かされたことだった。うちの裏のあの山を一つ越えたら海が見えるんだよと。その山一つという言葉を少年は正直にそのまま信じていたのだが、それはどうやら至極大雑把な言葉のあやだったらしい。現に今こうして峠を二つ三つと越えたところで、まだ海は見えてこないのだから。それでも少年は呪文のように心に唱えて登っていく。あの坂を登れば海が見える。登りきるまであと数歩、半ば駆け出すようにして少年はその頂に立つ。しかし見下ろす行く手はまたも波のように下って登って、その先の見えない山道だった。ガクガクする足を踏みしめて、少年はもう一度心に力を込めてつぶやく。あの坂を登れば海が見える。少年はどうしても海が見たいのだった。細かいことはうまく言えないが、やりたくてやれないことの数々の重荷が背に積もり積もったその時、磁石が北を指すようにまっすぐに海を思ったのである。自分の足で海を見てこよう。本当に山一つ越えたら海があるということを確かめてこよう。あの坂を登れば海が見える。しかしまだ海は見えなかった。這うようにして登ってきたこの坂の行く手も、やはり今までと同じ果てしない上がり下がりの繰り返しだったのである。もうやめよう。急に道端に座り込んで少年はうめくようにそう思った。こんなにつらい思いをして一体何の得があるというのだろうか。この先あと山をいくつ越えたところで本当に海があるかどうかなんて分かったもんじゃない。額ににじみ出る汗をそのままに草の上に座って、通り抜ける山風に吹かれていると、何もかもどうでもよくなってくる。じわじわと疲労が胸にこみ上げてきた。日は次第に高くなる。これから帰る道のりの長さを思って重いため息をついたその時、少年はふと
生き物の声を耳にしたと思った。声は上から来る。振り仰ぐとすぐ頭上を光が走った。翼の長い真っ白い大きな鳥が一羽ゆっくりと羽ばたいて次の峠を先導するように越えていく。あれは海鳥だ。少年はとっさに立ち上がった。海鳥がいる。海が近いのに違いない。そういえばあの坂の向こうの空の色は確かに海へと続く浅葱色だ。今度こそ海につけるのか。それでもややためらって行く手を見張るかす少年の目の前を蝶のようにひらひらと白いものが舞い降りてきた。手のひらをすぼめて受け止めるとそれは雪のような一ひらの羽毛だった。あの鳥の贈り物だ。たった一片の羽だけれど、それはたちまち少年の心に白い大きな翼となって羽ばたいた。あの坂を登れば海が見える。少年はもう一度力を込めてつぶやく。しかしそうでなくともよかった。今はたとえこの先三つの坂四つの坂を登ることになろうとも、必ず海に行き着くことができる。行き着いてみせる。白い小さな羽を手のひらにしっかりとくるんで、ゆっくりと坂を登っていく少年の耳に、あるいは心の奥にか、静かな潮騒の響きが聞こえ始めていた。ありがとうございます。あの坂を登れば海が見えるというお話でした。はい、無理をなさらず、あと24分、無理しないで、明日もやろうと思ってます。一応週に2回やろうと、固く誓っているので、っていうかやりたいんですよね。そういう時間を自分で作って、そこね、この時間に向けたいんです。ね、ジョーさんもありがとうございます。ジョーさんで、支えられ、気持ち支えられていて、ね、夢のまた夢だよね。これツイキャスでいろいろとなんか。ね、聞いてくれる人が増えて、それで実際の演奏が広がっていけばいいなって思ったり して、そんな夢を思い描いているんですが、まだまだね、いつもそうジョーさんと、そう、酒井さんに支えられているような感じで。ね、いやいや、本当それこそご無理なさらず、はい、ご無理なさらずでお願いします。本当なんか誰からも求められずに、やり続けられることって理由があって、理由は後からいっぱいつけて、いや、なんだろう、やるんですよ。君へという曲です。終わります、これで。あの山の向こうの空。
空の下に行きたいと思ってた。何があるのかは知らない。